ゆず湯とは、ゆずを浮かべた風呂である。ゆず湯の習慣日本では、江戸時代に、当時の日、銭湯にゆずを輪切りにして入れて沸かすゆず湯があった。日々、赤切れ、感房などの予防のためという、京藩には、ゆず湯がなかった。江戸の町は、急激な町づくりが進み誇りっぽい状態だったため、毎日風呂に入ることが、江戸の人々の楽しみであった。古来、模様し湯というのがある。 新年の長寿湯、初中の桃の湯などそれぞれ悪役、最悪を払う縁起の湯として、5月5日の勝負湯、当時のゆず湯がある。ことわざにも、当時に、ゆず湯に入ると風邪をひかぬと言われている。当時の日において、ゆず湯を用意する銭湯もある。ゆず湯の作り方としては、ゆずの果実を5から6個輪切りにして、湯に浮かべる。皮膚が弱い人は、 輪切りにした柚子の果実を熱湯で20から30分蒸らし、その後、補丁に入れて湯に浮かべると良い。柚子湯は冬の季語でもある。湯治と柚子との関連は必ずしも明らかではないが、柚子湯の習慣は、銭湯の登場以後のことであり、一説に湯治と湯治との語呂合わせで、身体息災であれば柚子が効くとのこじつけであるという。現代科学において、 血液の流れを良くする血行促進効果があり、風邪の予防だけではなく、冷え症や神経痛、腰痛などを和らげる効果があるとされている。検査では、サラ湯とゆず湯に入浴後のノルアドレナリンを比べたところ、4倍の差が出た。ノルアドレナリンは血管を収縮させる効果のある成分なので、それだけ血管が拡張していたことがわかる。下皮に含まれるクエン酸や ビタミン C により、日々、赤切れを改善したり、皮の方向油が湯ざめを防ぐとされている。ありがとうございます。